はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、7つの滞在コラボ、ガチャ行きます。まあ、星はね、全部取ったのよ。全部取った。今までのイベントに比べて、今回が一番簡単だったかな。星取りは全然余裕でできたけども、まだよね。このゲートの中の間がめちゃくちゃ難しい。今、レベル27に挑んでるんだけども、まあ勝てない。漢方が多分2つ必要なのよね。もともと 100% あったとして、それから漢方2つかな。それぐらいないと全然勝てないんで、今回はちょっと諦め気味。課金するしかないのかな。でも、ガチャで、キャラクターが出れば、いけると思うのよ。まだキャラクター俺一体も持ってないんで、そのキャラクターが出てくれれば、なんとかなりそう。でも、ピックアップがね、まだ違うのよ。今、全キャラのピックアップやってるので、俺はメリオダスが欲しいので、そこで回したい。なので、今じゃないのよ。今じゃない。で、今、このニャンボコインと、滞在コイン2つ入手できてるので、これを行きます。いや、行くか、1回、もう1回行くか。ねえ、4500ポイントでしょ？一発回しとこうか。ここで出てしまえば、めちゃくちゃラッキーだよね。OK、OK、1回だけ回そう。1回回そう。で、回して、で、次はピックアップという感じで、行きます。では、まず、超ニャンボコイン。無料版、行きましょう。これは一番最初の、アースウォーカーノアが出た以降、全くいいことがないので、今回はどうでしょうか。SS いらない。SS はいらない。トリプル S、もしくはゼータ。頼む！これはまさか？頼む、お願い！うわあ、うわあ、いらない、いらないよ。排出率の一番下のところにいたキャラクターね、弱いでしょう。いやー、いらねえなー。まあまあ、とりあえずいいや。もしかすると強いかもしれないしね。はい、では7つの滞在コイン。ここで、そうね。メリオダス出てくれれば一番いいんだけどね。でも S の、エリザベスとかはいらないんだ。あとアイテムもいらないんだ。せめて SS。いやいや、SSS だ。来い、トリプル S。頼むよ、ウィスパー。お願い、お願いします、お願い。うわ、うっそ。ひどっ。全然いらんわ。もらえるやつ。これもらえるやつだから。全然いらん。ひどっ。まあ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 。あと一個あるから。あと一個ある。いくよ。トリプル S。頼む。頼むよ。エリザベス2連とかやめろよ。絶対やめてくれよ。まさか、トリプル S! うっそ、ひっど！ひでえ。これはひどい。嘘だろ。うわぁ、この流れでここ回す？うわぁ、いいか。まあね、ポイントもね、だいぶ、貯めれたので、いいでしょう。ああ。いやぁ、ちょっと待って、ここで一回海を落としとこう。マネーガチャで一回海落としとこう。ね、ここで赤が出るから。あ、違った違った、金二つとか出てるじゃん。あー、もう畜生め。いやいや、この流れで行こう。この流れで。金二つ出た流れで、行きます。頼むよ。ほぼ無課金の俺には、これは本当に重要なことだからね。
出るか出ないかによって今回のイベントの勝ち負けが決まります。あ、でもまあピックアップの時も回すけどね。でも今日も出す、今日も絶対出すからね。いきます。見えてないけどもナオチン引き、いけ、きたー。3つぐらい、これ3つぐらい、1つか。怖い。まあ、まずこの青からちょっと行ってみよう。青はまあね、うん、まあまあ、あ、 B ランクとかも出んのかこれ。 B ランク出んのか、嘘でしょ。いいか、もう金を行きましょうか。金行きます、来い、頼むよ。ピックアップ、ピックアップ、おっしゃ。ディアンヌ、ディアンヌは確か敵から受けるダメージが減った気がする。いいぞ、オッケーオッケーオッケー、確かそうだった気がするんだよね。防御が中アップぐらいだった気がするんだよね。オッケー、じゃあスペシャル開けよう。赤からいいのが出ることもあるし、いきます、来い。ちくしょう、ちくしょうめー。はーい、まあまあまあこんな感じです。まあピックアップがね全体的なやつだったから仕方ないか。でもディアン出ただけで、え、どうだ、ちょっとはいける感じになったか。ダメージダウンだから、30ぐらいの敵までは倒せるようになるかな。はい、まあとりあえず今日の結果はこんな感じでした。次はね、メリオダスのピックアップの時に回します。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。